シャス、なんかです。今回はこのシェットガンでフリフやっていきたいと思います。うい。ごめん。始まる前から見えてた君は。ごめんね。そういう、なんだろうな。ことはあんまりやりたくなかったんだけど、ごめんね。弱肉強食だからさ、この世界も。フリフって今、一番リスポーンが過激なルールで有名ですよね。それなんでね、僕もね、過激に行きますよ。もう生まれてきた敵を殺すのは当たり前でね。あ、どこだ？オッケー、いいね。バレないで、バレないで、バレないで、バレないで。この、いかに敵にバレないかが重要ですよね。あ、死んでる。誰に殺されたんだ？お前の仇は俺が撃つぞ。どこだ？いた！仇か。よし。来たー、いいねー。あんまりね、ショットガン使ったことないんで。うわー、やばいかもしれない。いける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 、これはいける。OK! イエス！いいね。ちょっとこれは、おら！よっしゃ！いいね。最高。いやー！当たってみると何も解除してないんでね、何もないんですよね。それだからちょっとね、素の威力、素のままの、ありのですね、ありのままのちょっと、タックをご堪能ください。本当にここね、部屋が多いんでね、多分やりやすいと思うんですよ、他のステージよりかは。ハハ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 ハ。バチバチが来るー。ダック45じゃないんだよな。これ19なんだよな。何なんだろうね。ああー、こんなんが出るわけなかろう。これは苦手。そう、ここのルートよ、俺の。やばい。ほっほっ。やば。楽しいけど、ちょっとなんかショットガン難しいね、やっぱり。あれ？ここにいなかったか。うわっ、出た。このショットガンじゃないや、ハンドガン強いよね。やばくないこれ。今のダメなのか。ちょっと何もアタッチメントつけないと、やっぱちょっとね、ショットガン今回はあんまりね、目立たない武器なんで。そうなんですよね。確かに一撃必殺面で言うとなかなかのもんなんですけど。いねえかな、ここに。さっきいたよな。いねえな、いねえな、いねえな。おっと、これはどうだ。え、マジか、この人死んじゃった。ってて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 てって感じですよ、なんと。自分から、自分で BGM を言ってくっていうね。あんまり。よいしょー。これいいな。おいし、おいし、おいしょー。おい、うわー、無理。あれ反応できたら相当ですわ。ショットガンとかでね、やっぱなんか、まあ、ショットガンが強くないのはいいことなんですよ。まあ、前作のゲームで、前作じゃねえや。その前々作だわ。前々作のゲームで僕はそう思いました。ショットガンはね、そんなに強武器じゃなくていいですよって。ショットガンほどほどでね。やっぱこれぐらいがちょうどいいんですよ。近距離に持ってって、うぅ、危ねえ、やばくねえ。みんななんでそんな来るの？やばい、大人気。ごめん、ちょっと回復させて。2発でいけるいける。UAV 出したいな。飛んでくってね、わざわざ。こっちかな。どうだろう。あ、ミスったかな、これ。わっ、こっちじゃなかった。あー、ミスった、ミスった。帰ろ。ご帰宅です。そうだな、ショットガン。あ、そういえば最近グラセフが出たらしいじゃないですか。PS4 で。うい、危ねえ。PS4 のグラセフねえ。いや、どうしようかなーって悩んでるんですよね。僕、買ってもいいけど、どうなんだろう、あれ。面白いのかな。みんななんか面白そうにやってるんですよね。やったら。
なんか、あ、いるけど。このビリビリさっきから聞こえてたんだけどね。でもグラス4ね、グラス4じゃないね、 PS4 のグラス5ですね。あれどうしよう、あれね、ちょっとお金とお相談ですね、お財布とお相談ですわ。やっぱりね、1月に何があるか分かってるでしょ。もちろん皆さんなら分かってる。ナナさんのアコースティックライブがあるわけですね。僕はね、ライブの物販のグッズはすべてね、なんかすごいキラキラ気が輝いて見えるんでね、全部買っちゃうのかな。いや、でも、半数買っちゃうたちなんで、なかなかね、お金が消えちゃうわけです。それがね、どうしてもね、あれなんですよ、グラセフの5000円がね、その時って限定なんですよ、要は。まあ通販で後から買えますけど、やっぱその場で買ったら、ナナさんの特典カードみたいなのがついてくるんですよね。全何だろう、8種類か9種類ぐらいのね。それがついてくるんで、やっぱそれをね、無限にしてね、通販に後で、まあね、やっぱやるのもなんだかなって思っちゃうんで、多分買うんですよね。それがどれぐらい、かさむかですよね。例年はね、だいたいね、4万円ぐらい使っちゃうんですけど、今年はどうなんだろうね、ほんと。気になりますね。どうな、まあ、グッズの内容次第ですから、そこら辺は。やばっ、ちょっとたまにやばい時来るな、これ。あー、ちょっと勝ちたいんだけど、これ。やばいな、1位の人もなかなか頑張るな。ほっ。あぶねえ。ソーリー。おい、ここいいな、ここめっちゃいいわ。いやー、ダメ、当たんないかこれ。よし、こっからリスキル。あぶ、あー、セーフ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 なのかな。もうやばいね、リーチかかってんだもん、あの人。やばい、負けちゃうよ。やばい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 、負けちゃう。あぶねえ。よしよしよし。あー、ケアバケモ。うわー、あぶねえ。あぶねえ。もう、オッケー。あと一回。あー、負けたー。カッパさん。カッパさん。カッパさん。マジっすか。カッパさんってなんかあれ思い出すな。ズームインのアナウンサーの人思い出す。その人から。いや、ごめんなさいね、わかりにくいネタで。わかる人ならわかる、カッパさん。まあ、とりあえずね、今ちょっとグラス符号検討中ですが、物販のね、グッズの発表次第で、ちょっとグラス符買うか買わないか決めていきたいと思うので、今回はこの辺で終わりたいと思います。それでは次回も、かかってこーい。